音の大丈夫です。あ、俺知ってる、知ってるかな、はい、今度ジャケット、ということで、すいません、はい、お忙しい中。いやいや、大丈夫ですけど、どうしたんですか、今日は。いや、もう、中間の取れ高がなさすぎて、はい、僕らのトークで繋ぐしかありません。なるほど。はい。じゃあ、ちょっと頑張りましょう。すいません、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。でも、ちょうどよかったんじゃないですか。これ、自己紹介とか何もしないですよね。したらいいんじゃないですか、これ。あ、そうですね。はい。はい、バイトの A 君と言います。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。しません。しろよ。してよ。なんで今じゃあ、自己紹介させたの、俺。カメラ回したんですか、今回。え、そう、カメラ回してましたよ、今回僕。でも、最初だけなんですよ、今回は。でもなんか楽しそうじゃないですか。いや、もうそれはね、はい、音楽に助けられてるだけですよ。これはもう現場の空気地獄だったからちょっとなんか、はい、分かりますね、それ。飲み会のシーンあったじゃないですか、はい、同窓会のシーン、はい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 、あのあたりはもう地獄だったね。なんか画面の中では盛り上がってるけど、はい、こっちは盛り上がってない、あの感じ、すっごい寒かった。この辺りですかね。あ、この辺ですよ、この辺、はい、ちょっと見てみますか、じゃあ。はい、ちょっと行きましょう。すごいよ、これ。戻ってきましたよ、はい、やっぱイケメンすごいね。みんな真面目に見てましたからね。本当だよね、はい、いやもうこっちだってみんな辛そうですもんね。左奥の子にいたってもサウナに入ってるみたいにやってるからね。ね、ちょっと難しいところがありましたね。はい、はい、そうですね。まだ東京ラブストーリーを見てた人たちもその1個前のドラマが見れたかっていう話ですから。まあそういうことですね。まあでもね、合わないとは言っても、でもやっぱね、東京ラブストーリーすごくて、はい、盛り上がったシーンはあったんですよ。あ、そうなんですか。はい、じゃあそれ見てみましょうか。はい、はい、あ、はい、じゃあ行きましょう。じゃあ行きましょうですね。はい、ずっと杉内に嫌われてるとばかり思ってた。一番強いのは杉内、お前じゃない。だって三上君、あの頃はわぁ、何何、あぁ、見ちまったよ。タイミングだよな、これはな。なんかこれじゃいつまで経っても帰れないね。そんな夜もあるよ。じゃあさ、こうしよう、せーので一緒にしろ。OK。 せーの。
これ始まりましたね。なんだよ。え、こっちが付き合う絶対。絶対。だから何？パンチ。うわ。マジ。早いよ早いよ。いや早い早い。おい。おかしいだろお前。読めない。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。